県議選で立憲民主党候補が壊れる。まず落選したからといって自分の感情をコントロールできないのもいかがかと思いますし、まずは協力してくださった方々に感謝するのが筋かと。自分を律せない限りは4年後も同じ結果でしょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。